皆さんこんにちは、しおりみちゃんのしほといみです。はい、ということで今回はですね、今回は何をするんですか、りみさん。ニコニコだって。あ、イエーイ。皆さんちょっとね、お気づきかもしれないんですけど、実は今回ですね、ちょっと音声のトラブルがありまして、はい、音が入ってないんでぐすね。うわあで、今ちょっとね、しほちゃんのソファー生活が映ってたんですけど、はい、あの今回りみちゃんのソファー生活を見ることになりましたね。はい、さっきニコニコって言ってた通り、もうりみちゃんは楽しみでしょうがなかったんだね。私は本当にこき使われるんですよ、これから。どうですか、りみちゃん。でルールをね、今ね説明ねしてるところです。はい、まあ、体の一部分がソファーに触ってれば OK でトイレとお風呂も OK っていう感じ。そうです、そうです、ダメです。ソファーはダメ、ソファーにいないとダメ。そうです、はい、これはしほちゃんの時と全く一緒で、はい、はい、こういうルールを設けてますね。はい、多分それについてもこれ話してるところですね、きっとね。はい、でまだあとね、もう一個ルールがあって、はい、用事があるときは、しほちゃんを呼んで頼む。はい。はい。これも前回ね、りみちゃん、こき使われましたね。そうだ、私がこき使われる番です。はい。でも、喜んでますね。やったねって言って喜んでます。で、しほちゃんもね、頑張ります。頑張ります。ということで、言ってます。はい。偉いぞ。偉いぞ。さあどうなるんですかね。ねえ。でこの日はね、撮影が土曜日の休日、週末っていうか休日だったので、はい、基本ね、あの勉強お休みの日でね。そうですね。はい、で好きなことをやっていいと。いいな。まあ土日はね、基本ね。で、はい、でも平日に終わらなかった課題はこの週末に終わらせるっていうお約束でしたよね。はい。はい。そう。でこの時多分ウリミなんか言ってる、丸付け終わってないって言ってるね。おーって言って、おーって。はい、ということで多分きっとリミちゃんは丸付けを終わってなかったので、はい、この後やらなきゃって言ってるんだと思います。やるんだよ、はいはい、リミちゃんとやるんだよ、ちゃんとやるんだよ、言ってる。画面越しに言ってんの。この時の自分に言ってんの。ちゃんとやるんだよって。ちゃんとやるんでしょうかね。ね、忘れちゃった、りみちゃん、この時の意味やったもん。やったのか、そっか、どうかな、やってるかな、本当にやってるわ。楽しみですね。ですね。はい、しーちゃん見てないの。しーちゃんも見てないよ。はい、で一応ね、この始まった時間が9時42分ですね。はい、2分です。はい、5月16日土曜日の朝の9時42分です。はい、はい、で終わるのは5月17日の日曜日の9時42分に終わる予定です。はい、はい、でね、ちほりみ家はね、24時間企画は一応きっちり24時間やるので、はい、一応皆さんにね、スマホがあればほらごまかせないので、一応スマホで見せました。ごまかさないよ、しほりみ家は。きっちり24時間やりますよ。でもあのリミがね、途中で やりたくなくなったとか、うん、あの無理とか判別を書いたら、うん、やめようねっていう話をしてますね、この時。はい、はい、全然無理じゃない。全然わかんないよ、もう退屈すぎて退屈すぎてやだーってなっちゃうかもしれないでしょ。その時のため退屈すぎるのがいい。退屈すぎるのがいいの。確かに、いつもぼーっとしててもね。でも私のね、コケ使うっていうのを言ってほしいと思うよ。確かに。スイッチ取って、あ、やっぱり漫画撮って、あ、ね、やっぱりペン取ってっていうのさ、うん、こう、ええー、ええー、とかあるじゃん。あ、早速、宿題持ってきてって言われてます。算数のリスト、赤鉛筆って言ってるよね。で、見て赤ちゃんことは。うん、分かってた。分かってた。きっとね、視聴者さんの皆さんもね、そうだよ、そうだよって言ってるよ、今向こうでね。今頃気づいたのだって。で終わらなかったね、算数のね、丸付けに取り掛かってるところかな、これは。そうですね。はい、シロンちゃんがいますよ。そう、シロンちゃんがね、いるんですね。かわいいですね、相変わらず。どうかしてる。ね、白いから目立たないけどね。ねえ、丸付けだけっての簡単。動画の時ってすごい赤ちゃんことだよ、ね。そうだよ、分かった、ね、よくね、自分の動画見た方がいいよ。ゆみね、一回も見たことない。
そうか、見て、すごい高速丸付けになってる。早送りしてるからもう早いよ、早い先生並みの早い。あ、終わったそうです。あ、また呼ばれてる。はーいそんな元気にはいって言ってなかったよね。はーいって感じ。うん、片付けてって言ってるいつもなら自分でやれる、うん、お願いします。無言で歩いてるショータいやいやだよ。でも何しようか考えてますね。うん、スイポン出ました。スイポン出ました。早速スイッチに取り掛かるそうですね。ですね。はい。めっちゃニヤニヤしてます。めっちゃニヤニヤしてた。ご機嫌だね。センキューでーす。めっちゃご機嫌。また翔ちゃんが無言で去っていきます。翔ちゃんもね、上で翔ちゃん課題してたんだよね。ってこと？紙シャツするの先。確かそうか。今から宿題に取りかかる。あつ盛りをするみたいですよ、りみちゃんは。一応も時間気にしてるよ、一応前に。絶対気にしてないでしょ。好きなようにしますって。これ何買ってんだっけ？何買ったんだっけ？暖炉買ったんだよね。うん、でママがさ、え、この暑い時期に暖炉買うのって突っ込んでんだよね、この時ね。これりみの部屋？違う、お店かたぬきち商店。たぬきち商店でりみちゃんが暖炉を買ってました。暖炉を買ってました。はい、はい、これは何買ったの？次これ何？カエルの傘。カエルの傘か。持ってるって持ってるって言ってるよ。カエルの傘持ってたの。うん、昨日ね、うん、あのね、来たんだ。そうなの。あ、そうそう、ちょっとね、急にすごいの釣れたって言われて騒いでたの、君が。そうで、何かなと思ったらギョーギョーって言ってる。シーラカンスが釣れましたね。ね、初めてって言ってたね。だったね。よかったね。ね、よかったね。釣ってよかった。釣れてよかった。でも魚って売るの高くない？高い、ね、高い。で、まだやってます。でも1億稼ぎたい。でもさ、ちょっとさ、飽きてきたっぽいよね。ちょっと疲れたみたい。お、出ました、 R1 攻撃R1 攻撃出ました。 R1 だけのために私のやるという。ね、ちほちゃん来るんでしょうか？なかなか来ませんきっと今、階段をドン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 と降りてきてるよ。ほら、ママのカメラが。あ、来た来た来た。あ、ちょっとムッとしてる。あ、睨みを聞かせてなかった今。やだ、ちょっとやだちょっとさっきと格好が違ったしほちゃんが来ました。どうぞって目を合わせないという。で、また去っていく。でも一応笑顔だったね多分ママが突っ込んだんだよね。ママ、そうだね。しーちゃん怖いって言ってね。でも違う、笑ってたっていう。そうで、しょうちゃん、あれみちゃん、R1 を飲んでます。幸せそう。はい、おひげ、おいちい出た、おいちい出ました。いただきました、おいちい赤ちゃんやな。赤ちゃんだよ、本当にね。赤ちゃん、赤ちゃん、リミを育てて育てて、もう育ててますよ。もう一生懸命はい、これだからね。そうだよ、育ててもね。ハイテンション。ハイテンション。え、赤ちゃんってハイテンション？赤ちゃんもハイテンションの時はハイテンションだよね。リミはオバブ。オバブだねはい、でしばらくまたね、スイッチ。あ、コロンがかわいい。そう、コロンがかわいいんです。これが癒されるね。シロンちょっとネムネムだったんだけどね。かわいい。かわいいよね。ほら、シロン。あー、首が海。かわいい。メロメロですね。コロンのとかもう一回見たいぐらいだよね。コロンかわいいよね。ね。みんなコロン派。そんなことない。シロンも好きだよ。リミシロン派でしょ、だって。うん。
あ、そうそうそう。あ、また呼んでる。あ、ジタバタしてる。すごい。めっちゃジタバタしてますけど。またしおちゃんが呼ばれました。シャーペン。シャーペン。こだわってますね。絵を描きたいって思うでしょ。ゴロゴロしてる、ゴロゴロしてる。あ、今チロンとイチャイチャタイムですね。かわいい、チロン。チロンかわいいね、ほんと。チロンはリミが好きすぎる。それ違う、実は言ってるんだよ。ほんと、うぬぼれ。うぬぼれってやつじゃない。かわいい、シロン。かわいいよね。ほんとペロペロ好きだよね、シロン ね。うん、シロンほんとどこでも舐めるから。そうね。誰でも舐める。そう、常にエアーペロペロするからね。うん、ペロペロってね。ペロペロって。コロンも舐める。うん。あ、充電してって言ってます。で、シホちゃんが、うんって。してたよ今。見た？見たちょっとムッとしてるね、しほちゃん。うん、あ、しほのっていう、これしほちゃんが持ってきてくれたノートなんだよね。うん、そこに昔しほちゃんが書いたやつが。幼稚園 4歳ぐらい。4歳？幼稚園の時のなのこれ。すごい。ね、懐かしいって見てる。ほら。この絵とか。これ4歳の時の絵、うん、わあ、かわいい。かわいい、かわいい。でも4歳って感じの絵だった ね。よく持ってたね、その絵形帳ね。あの、ずっと入れっぱなしで、片付けしてたら出てきた、ね。片付けしてたら出てきて、まだ使えるから、いっか、ってこと。確かに。最近お絵描きとかもちょこちょこするしね。うん。はい。お、あれ、いつの間にかちょっと時間が経って。携帯を見て、早送り。ちょっと早送り。なんか画像を探してたんだね。で、画像が決まって、なんか、犬の絵みたいなの。そう。なんだっけ、これ。これなんだっけ、これ。柴犬。柴犬？それを描いてます、りんちゃんが。で、白黒で癒し。かわいい。で、太っちょ犬になっちゃったって言って、この犬が、なんかデブになっちゃったって言ってた。で、出来上がり。自分で可愛いって言って自画自賛の絵でもちょっと本当デブっちょになっちゃった ね。ちょっとだけね、ちょっとだけね、うん、ちょっとだけね、可愛いけどね、うん、そう、で画像と比べてます。これも柴犬っていう犬なの？もしかしたらね、間違ってるかもしれない。そうでね、急にこの色鉛筆やってんじゃん、うん、これなんて言ってると思う？こういう滑り台がやりたいって言ってんだよ。思い出した？うん、思い出した。ローラー滑り台ってあるじゃん。ある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 。これこうやってやってローラー滑り台がやりたいって言うの。お尻が痛いやつね、ローラー滑り台って。あー、スカート巻き込まれるやつでしょ。そうあー、やっと出来上がりました。周りになんか影みたいなのがついて、でさらにまた呼んでます。しーちゃんって、しーちゃんまた来ました、スイッチ。スイポン。スイポンって言ってんだよ。でもママね、ちょっと字幕スイッチにしといたけど。りみちゃん多分スイポンって言ってる。スイポン。スイポン出ます。自分で撮れるよってこう、冷静に言われてます。しほちゃんに。撮りたくない。で、結局、ここで、ちょっとモザイクはね、しほ、あ、しほじゃない。ごめんごめん。白黒のおしっこシートがちょっと見えてて、ちょっと一応モザイクしたんですけど。なんでしょなんとかセーフで撮れました。片手ずっとね、ついててね。うん、撮れました、無事に。でも撮れるよね、スイッチは。うん、手つければ、こっち側にちょっと映してなかったんだけど、うん、椅子があって、その上に乗ってただけだったんで、なんとかね、撮れたという感じですね。そうですね。はい。はい、ということで、なんかスレンドさんと、遊ぶ約束をしてたって言ってて、うん、45分から遊ぶ約束してたって。でここからねちょっとね早送りなんですけど、はい、もうひたすらスイッチです。ニコニコしながら。そうですか。リミちゃんはねスイッチしてる時はねめっちゃテンションが高いんだよねそうなんですよ。なんか一人でさ話してない？一人ほど多くない？多い。でなんかフーフーとかさやってるやたらさなんか
やばいよね。もうめっちゃテンション高いですっていうさ、わかりやすいよね、意味ってね。勉強の時はさ、お腹痛い。そうそうそう、都合が悪い時は手が痛い、足が痛い、お腹痛い、頭痛い、目が痛い。そうそうそう、いろんなとこが痛くなるのね。痛くなるの。そう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 。本当わかりやすいんだよ。わかりやすい。本当ね。本当だから。本当だよ。これ本人も言ってますね。本当だからって言ってる。本当なんですこれ。勉強も刺さったんだよ。え？何の話？ほらここって。あ、そうなんだ。今日もどうだ、毎日どうだったのかな。ねえ、多分そうだよね。はい、しばらくね、ここからもスイッチタイムが続きます。はい、これでですね、第1話が終わります。前編ですね。はい。っていうか、まだこれ午前中なんですよ。そうなんですか？本当に。大丈夫ですかね？無事にソファーで過ごせるんですかね？長い一日になりそうですね。はい、じゃあ、こういうことで、次回も。お楽しみに！お楽しみに！バイバイ！バイバイ！ちょっと、ひろころが吠えてる。